と端の県行ったことない。どっちも行ったことない。絶賛ピオリン推しです。ピオリン推しもいいけど桃太郎推しは金とピンクが向き合ってますね。これはドスコイしてるの、あのお相撲さん、そう、あのハッキーを指ハートしてるんですけど、ハッキーを残ったを一応してるイメージで桃はしましたほんと？確かにそうかも。変ですか？すぐ変ですかって聞いて。どすこいか、そうそうそう。え、なんか別に、なんかそれっぽくない？そう思うとそれっぽいじゃん。指ハートでおすまじわる。そう。そういうイメージです、モモは。モーターのところも風強かった。え、なんか、お家から見てた限り強そうだったけど、わからん、もう一回も一本も外出てないからわかんない本当に、一本も外出てません。大富豪と宿題、大富豪と宿題、大富豪、大富豪みたいな感じでやってたからわからないけど、外はなんか風強そうだった。はい、ありがとうございます。コン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 、パニケンコのオークマン、ありがとうございます。なんかそう、でも木はすごい揺れてた、あの裏にある木は。宿題、え、宿題はだいぶなんかゴールが見えてきたような、見えてきてないような、なんか一番あの苦手なものを後に残しちゃったそう、理科のワークと数学のワークとあと日誌だけです。そう、なんか問題集みたいなやつを残しちゃった全部読者感想文終わったんですけど、そうポスターとかそういうなんか自分が好きなやつを先にやって、そうワークとかそういうのを残しちゃいました理科苦手な、え、なんか理科苦手っていうか、なんか1年生からなんか受験問題みたいな、なんでちょっとよく分かんなかった。そう、3年生で習ったところなら教科書で調べれば分かるんですけど、1年生からのなんかちょっとなんか入試に関わるやつみたいな言われるとちょっと難しいですね ワークってなんだろう、ワークはドリルみたいなやつ。苦手なものは残すタイプ。小学生までは苦手なものは最初にやるタイプだったと思うんですけど、なんかいつの間にか変わってましたなんか変わってました、いつの間にか。夏休み盛り返しですね。早いよね。ワークって教える。え、そう？ほんと？理科は教えられません。教えてよターだ！あ、もう草木やっちゃった。の、生まれたのはまたの方。ここにそびえ立っている、クマさんがタワーにぶら下がっちゃった、やつ。ありがとうございます。いつもたくさんありがとうございます。プルピーナッツ、ありがとうございます。今もおめめきて、あ、ほんと？え、さっき、え、早いね、届くの。さっきショールーム始まる10分前ぐらいに送ったばっかりなんですけど、早かった、意外に。ピオリンのやつ送りました。おもいしょいします、ありがとうございます。お豆、今来たー、ありがとうございます。ワークだけにワクワクするね。おー、みんなのコメントで言うと、お、おうってやつあはは17点。おはようメールが遅かった。そう、なんか、そうそう、タワーが立った、え、それはよく聞いたことがある聞いたことがあるよ、よく。なんかこう、おはようメールがめっちゃさ、そう、なんか遅かったみたいな説を
え、何時に届いたおはようメールが。え、もう8時からメールが送れるので、もう8時ぐらいに送ったんですけど、5通まとめてきた。わお、そんなに寝坊したみたいになってる。ノーノーノー、もんたんちゃんと5時50分に起きてるよ。2時、おえ、嘘、2時に届いて、じゃあももさ2時に起きた人みたいになっちゃった。あら、14時6分違う。ももはちゃんと5時15分に起きてます。ちゃんとしっかり早起きしてます。遅い遅い。超遅いじゃん。2時に朝ごはん食べる人だった。違うって、ちゃんと起きてます。おはようメール届かないから二度寝したと思って。違うって、してないで。夏休み僕か。違う、普通にモモは送りました。はい、言い訳でも何でもないです。モモはちゃんと朝に送りました。以上です。以上です。ちゃんと朝しっかり早起きしてやってました。7時半に大福が当たったり。そう、違うって。違う、うて、メール送ってる方も夏休みで寝てたのかな。ね、証拠は、証拠と言われてもないけど、ちゃんと起きたよ。もう胃袋の中を調べてみて、ちゃんと朝早くに朝ごはん食べた胃袋が残ってるから。はい、お花ありがとうございます。なんでおはようメールが遅れてたかもしれないんですけども、ももはちゃんと8時に送りましたよっていう報告です。レントゲン写真お願いします。もう残ってないでしょ。ほんと、じゃあ見せて。見せてって言われたらちょっと無理だけど。ね、もうちょっと早起きしました。じゃあ胃袋の中まで入らないと見えないね。無理です。いいね、ありがとうございます。今日の朝ごはんはちゃんと あれ食べました。千引き屋も、今日は、昨日は配信で千引き屋さんのマンゴー味、マンゴーだって。マンゴー味、ちょっと今発音おかしかった。マンゴー味を食べたんですけど、ゼリー、今日はキウイを食べました。超美味しかった。なんかマンゴーよりもなんかフルーツがキウイがたくさん入ってた。マンゴーもマンゴーでめっちゃめちゃ濃厚で美味しかったんですけど、マンゴーは濃厚プルプルイエーイみたいな感じだとしたら、なんかキウイはトロトロプルンみたいな感じ。そう、とっても美味しかったです。皆さん短冊たくさん投げてくれてありがとうございます。本当にキウイ。武井さん、SK48 とチーム S と14歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。ハートありがとうございます。めっちゃ薄い。そうそう、日本一なんとか食い例えだな。なんとなくちょっと言いたいことは分かるよな。泣かないな。なんで3段階なの。え、本当に美味しかったよ。コココココン、メリーケークのアークマン、ありがとうございます。あと4つぐらい残ってる。あ、待って、昨日はもう配信食べて、で配信終わった後に家族に配って、ママがグレープフルーツ食べて、パパがさくらんぼ食べて、弟がキウイ食べてて、でももが今日朝にキウイ食べて、で朝にママがブルーベリー食べて、あと3つ、あと3つしか残ってない。あとラフランスとマンゴーと
ー人生でって思いながらいつも食べてるね。ラフランス美味しいの本当？そう。そう家族は食べてたけど、昨日の夜ももはもう家族の前に、はいこれゼリー、ファンの方がくれたやつってボンってあの机の上に置いてももはすぐあの大富豪しました。昨日の夜ね。テレビでオリンピックの閉会式をつけて大富豪しました。ちょっと見てましたね。リキュールのやつは誰が食べたの？パパが食べてました。弟まだゼリー残ってるやん、全部食べたら。ノーノー、絶対大丈夫だよそれは。だってラフランス食べれないもん一緒だ同じ状況だった、もしかしてみんな同じ状況も元オリンピックの閉会式つけながらそうみんなと大富豪でたくさん対戦して、そう楽しく対戦しながらちょっと見て私もですやっぱ昨日の夜はみんな同じ過ごし方をしてますね、桃と同じやん、ね、閉会式見ながらポチポチしました。ですよね。桃たん昨日だけど大富豪大戦ありがとう、いいねもありがとう、こちらこそたくさんありがとうございます。ピオリン1個残してくれてるよね。もうないなんて言えないもう食べちゃった食べちゃいました。お仕事終わった。あ、今日お仕事、そっか月曜日だもんね。遅刻です。お仕事ならしょうがない、来てくれてありがとうございますお仕事なのにわざわざありがとう。 Thank you, thank you。これあったら昨日買った桃のデザート分、そういいな。可愛くて食べるの困らなかった。うんね、最初はめっちゃ可愛いって思ったよ。そう、あ食べるのもったいないなーと思ったけど、しっかり目ん玉から食べちゃったなんかもうケーキってそういうチョコレートとかそういうトッピングから食べちゃうの、もうだからでももうごめんねって思いながらちょごめんちょっとっちゃったもうしょうがないよ ね食べなきゃいけないもん。じゃあどこから食べるか食べていいか分かんなくて、目ん玉っていいから目目か目。最近朝からがっつり食べるから筋肉ついてきました。もうだってついてるよ謎に太鼓、お腹硬いもん、ほらすごいね、朝がっつり食べて筋肉つくの。自分もトッピングから食べてしょ。そうじゃん、やっぱり。タイありがとうございます。見せてくれないと分かりません硬いんだって、力入れれば硬いはい、じゃん、816日ありがとうございます。これはももがあの大富豪の今日お昼12時半から大富豪したんですよ。そうで5時15分に起きたから今日、あいつもなんですけどそう7月の後半ぐらいからずっとそうなんですけど、そう早く起きたからめっちゃなんかもうのうちはお昼ご飯が11時なんですよ。そう
お昼ご飯が11時に食べるからもう11時半ぐらいには食べ終わるの。だいたいいつも11時40分ぐらいか、40分で食べ終わるので、その12時半までの間なんかソファに座ってたらめっちゃ眠くなってきちゃって、でうとうとしてたんですけど、そしたらママが12時半から大富豪するんでしょって言って起こしてくれました。そう、816日ありがとうございます。あっちゃ飲む。一気にこんな飲んじゃった。早くない？えい。キルキルキル。マオからコインいただきまして、ろくしくお伝えください。はい、なんてなんとお伝えすればいい。ふんふんさんが、ふんふんがありがとう言ってたよって。ありがとうって言ってたよ。絶対聞こえないよね。ご質すごい。いつもありがとうございました。いつもありがとうございます。どう聞こえたかなこれ。すぐや。竹井さん、SK48チーム S の14歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。メイが気に入ってました。それは失礼しました。近所のおじさん、なんかわかんないけどどういった。勝手に近所のおじさんにならないで。竹井さん、SK48どっちも S の14歳の平野モナです。来てくれてありがとうございます。隣の字まで聞こえてるから大丈夫、そんなに近くないから大丈夫。ね、イヤホンぜ。なんかイヤホン分かった。近所のおじさん見てますか、見てますか。これ窓開けたら全部聞こえちゃう、桃の声が。イヤホンじゃなくてよかった。でもなんかよく言われるのはイヤホンをつけるのを忘れてて、それでなんか電車の中で大富豪とかでもそうなんですけど、電車の中で大富豪とかショールーム開いたら電車中にモーターの声が響きましたっていう方が。そう、よく報告くれます。電車乗ってたら電車中に大富豪のモーターの声が響きました。 SK48 の大富豪は終わらない。しかもあれさ、小学生の時だから今よりも一段と声が高いの。それははずい。ね、めっちゃはずい。なんで？いいじゃん。ね、モータンですって。大富豪音量大きいから、そうなんですよ。そう。じゃあテラップ出します。え、これなんて言う？赤上げて。赤。顔しろ。モーターのショールーム見てたら乗る電車間違えた思い出。あれ、こりゃ大変。今日も顔が白飛び。そう、黒の服着るとね、白飛びしちゃうんですよ。モーの大ファンです。ありがとうございます。とっても嬉しいです。じゃん、赤上げて白下げ、え、白は下げ、え、違うね、なんて書けばいい、何これ、赤上げて白下げないゲーム、何、赤上げて白下げないで赤上げちゃってみたいな、そういうさ、
でゲームな、な、な、どういう名前？旗揚げゲーム！それだ！もう決まってるよ確かに？確かにそう言われればそうだね。旗揚げゲームね、それだそれ。旗揚げゲーム、はい、ということでこちらのモンが前使っていた古い携帯を使ってやっていきたいと思います。はい、ずっと旗揚げとくしかない。もうわかんないわかんないわからん。こんな感じです。赤あげて白さ、こっちの方がいいか。赤あげて白あげて、はいはいはいって。でこれはどうやって言うかっていうと、あのこれです。これでやりたいと思います。あこれもうさっきさ、さっきさもうがさ早くしたやつってどこ行った？これです。これでやっていきたいと思います。まずは練習。白あげて赤あげて、赤下げないで白下げる。白あげて赤あげないで白あげない、白あげないで赤あげる。白あげて赤あげないで白あげない。こんな感じ。こんな感じです。でもこれさ違うの。さっきさももさ、あのウゴトルっていうアプリでなんか早くしたんですよ。早くしたやつをなんかそうなくなったアプリ入れればいいのかな。まあとりあえずやりますか。はい、それでは今のは練習です。それでは本番行きたいと思います。それではよーいスタート。あ、待って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 、はい、いくよ。白あげて、はい、赤あげて、はい、赤下げない、はい、はい、白あげる、はい、白あげて、はい、赤あげないで、はい、白あげない、はい、はい、続きますよ。いきまーす。次どんどんレベルアップ。あれなんか戻った。白下げてたのさ、白、え？
って言われてもどういうこと？とりあえずもう一個レベルアップするか。じゃあ行きまーす。この調子じゃ続けるぞ。だってはい行きます。白下げて、はい、赤上げないで、はい、白上げない、はい、あーダメだ、白上げて、はい、赤白上げて、はい、白上げない、はい、赤下げて、はい、白上げないで、はい、あ赤上げない、白上げて、赤上げて、赤白上げて、赤白下げて、白上げない、赤白上げて、赤下げないで、白下げる、はい、赤上げないで、白下げない、赤上げて、白下げて、赤上げないで、白下げない、赤白上げて、赤下げない、赤白下げて、白上げる、赤上げないで、白下げる、白上げない、白上げて、赤白上げて、白上げない、赤下げて、白上げないで、赤上げない、あれ分かんない、白上げて、赤上げて、赤白上げて、赤白下げて、白上げない、赤白上げて、赤下げないで、白下げる、赤上げないで、白下げない、赤上げて、白下げて、赤上げないで、白下げない、赤白上げて、赤下げない、赤白下げ、あれいつはこれ6分あるあれ、なぜ下げないの、え、じゃ赤下げないでって言ったら上げればいいんだよね。それが分かんない。上げるなら上げる、下げるなら下げるって、赤下げないとかよくかね、え、みんなもやってみ、別に旗じゃなくていい、赤色のものと白色のものを準備してください。はい、みんなスタンバイ。そんなに言うならみんなにもやってもらおうじゃないかそうだよ、ぜひやってみてください。はい、赤と白のものを、あ、サイリウム、あーいいね、サイリウム、サイリウム、サイリウムとか、そうそう、そんな感じのもの、なんでもいいですよ、負けず嫌いはずとはい、やってたらコメントできないやるよみんな、いくよ、コメントと、コメントと交互でいきますよ。音量ちっちゃくしますね。どこまでするんだっけ、もう一番難しいとこ行くねはい、いきます。聞こえる声、これは真剣勝負だって、真剣勝負、ちょちょちょ、もう一回です、もう一回、もう一回、意味分かんなかった。はい、あ、ももたんが言えばいいの、 OK、 でももがみんなに言うね。はい、じゃあみんなやってください。ももがみんなに言います、今から。はい、めっちゃ早くするよ、超早くね。赤上げて、白上げて、白下げないで、赤下げて、赤上げて、白上げて、白下げて、
白を下げてもいいけど赤も上げて、そして赤上げて白上げて白下げてどうどうこんな感じどうはい、もう一回いきますよはい、モンゴやるからモンゴやるね。はい、これを見てください。それではいきます。白上げて赤下げて、赤下げないで白下げて、赤上げて白上げて、両手上げて白上げて、白下げて赤上げて、赤上げないで白あ、続くよ。両手上げて両手下げて、両手上げて両手下げて、下げて白上げて赤上げて白下げて白上げて、赤上げようとしたけどやっぱり上げないで、白下げて赤上げて白上げて白下げて、白下げそうになったけどやっぱり上げて、赤上げて赤上げて、赤もっと高く上げて、赤上げて赤下げて白下げて、白やっぱり上げようとしたけどやっぱり下げて、両手上げて両手を曲げて、せーの、もーりもーりどうどうなんやこれやると思った、あれやられた面白いね、モリモリがやりたいだけ楽しいの思った時、あれあれでパソコンの前でやってた、恥ずかしくなった言う前に下げるのはやめてください、あれすいません、モータン銅多すぎやでじゃがないやん、くっそ楽しいだって、ほんとありがとうございます。本当の前振りだった、ちゃうちゃうちゃう東海だ、東海でやるのいいよぜひ皆さん、まだね、東海がそう会う時が来たら白上げて白下げて旗揚げゲームしてくださいって言ったらしますのでどうぞ、モーのレーンの時みんなこれ持ってたみんなのファンの方は、他のメンバーのファンの方は普通にサイルームだけ、モーのファンの方だけこれ持ってみんなでモータン行くよってみんな、みんなおファンの方と会えて嬉しいって言っちゃうのもうだけ、赤上げて白下げて右手を斜めに、左手を斜めに、上丸丸ちょっと面白いよね100均でやってます、うん、これは手作りです、テープで貼ったの見えるでしょ、そう手作り、あーちょっと破けちゃった、手作りで作りました、これは画用紙で簡単ですよ、本当に画用紙をまず半分に折って、ちょっとサイズがサイズをいい感じに切って、でテープ、ここの画用紙のところをテープで留めて、でここのところに割り箸を入れて、この折った方を割り箸を入れて、で割り箸をテープでぐる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 ってもう10周ぐらい巻いて、で取れなくしました、こっちもそうです、割り箸と画用紙とテープがあればできます、簡単な手作りの旗です、これはもうの企画は大体手作りですはい、このゲームなんで知ってたの、え知らない、よくやるくない、なんかね、小学生の低学年ぐらいでやってた気がする、荷物なるやんぼ面白い、え、これだったらさ、もしさ、あのさ、普通にさ、もう特化終了しましたってさ、あ終わっちゃった、みんな寂しい、でもさ、もうがさ、みんなに聞こえるようにさ、裏からさ、赤上げて白下げてってさ
みんなできちゃう、もんがいなくても。お見送りの時に面白い、お見送りの時に面白いね。叩いてかぶってじゃんけんぽいわ、いいね。変な集合になっちゃう。裏からはやばい。面白いじゃん、やばすぎる集団。みんな桃がかり。そうだよ。列に並んでる、みんなやるんだよ。面白い。ね、モーターはさっき言ったらできますか？できないです。公園でサイリム代わりに振ります。そう、こういうコメントもよく思うんですよ。こういう公園でサイリム代わりに振りますっていう、こういうなんか冗談っぽいコメントあるじゃん。でもモーのファンの方はそう本当に実現してくれるんですよ、それを。前もなんか劇場にサイリウムじゃなくてキュウリ持ってくねっていう方がいたんですけど、本当に冗談かなと思って待ってますって言ってたんですけど、本当に公園にキュウリ持ってきてくれて。そう、本当にそう、本当にやるんですよ、モーのファンの方。そうだから面白い。ね、そうです。うん、そういうところが好きです、モーのファンの方の。あれ、モーがかりオーディション書類で落ちました。モーがかりにオーディションはないです。モーのことを好きになればみんなモーがかりです、ね、旗持っていきます、ガチ。はい、ということで、お歌歌いまーす、じゃなくてお歌歌って踊りまーす。じゃん、今日もこれ使います。はい、あと今39分なのでまだいけますね。これをいきたいと思いまーす。 The Bluetooth device is ready to pair. ペアペア。 The Bluetooth device is connected successfully. そうそうそう、ペイペイ。今日はこれです。ちゃんと申請出しました。今日の7時からのショールームで番号ナンバー2を歌いたいですって。なのでちゃんと許可を得てやっておりますので安心してください。それでは見て、あ、ごめんね。モーダン、ついにマット取りました。今までカラフルのなんか赤ちゃんみたいなマットがあったんですけど、ついに撮りました。そう、踊るときになんかね、見えちゃうっていうか、なんかペタペタするんですよ。そうなので、あ、いいじゃん、ちょうどいい感じ。あー、待って、これまた落ちる。ここら辺の方がいい？ここら辺？ここら辺なの？もうちょっと、あ、ちょっと待ってね、今セッティング。セッティングしてます。
なんて無茶ぶりしてあなたにちゃちゃちゃまだ子供だと思ってたら死なないうちにやけどするよ焼きそばカレーにハンバーグで君はガラスに酔い なっちゃうよ。どうすか。ハートありがとうございます。須田さんのポスターどこ行った？あそこ。ベッドの方に移動させました。落ちてきちゃって踊ってる時に踏んじゃったら嫌なので。変えました。前髪が少なくなった。麦茶です。コン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 。マリゲンカの悪魔、ありがとうございます。ハートありがとうございます。名前がさっきのゲームに変わってる。だるまありがとうございます。手ありがとうございます。音符ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。超熱い。ミラーボールたくさんありがとうございます。マンションだったらやばい。大丈夫。モモのうちお家だから。お家お家、うん、マンションじゃないから大丈夫。あとありがとうございます。こんな感じでした。
これは手をつなぎながら公園で踊ってた曲です。一戸建て、そうそうそうっていうエーボの話ありがとうございます。でした。パパママさんびっくりして、でも多分ね、もうももがよくお家で自主練してる時にどんどん行ってるからなってると思うそう、ももが前大阪絶望大阪の時の練習で、ももの自分の部屋で2階で詩人のジャンプをしたんですよそしたらなんかさすがに心配になったかなんか知らないけど、何したってそう、なんかドーンって階段に登ってくる音が聞こえて、なんかしちゃうかなって思ったら何したの、指針のジャンプ、何って指針のジャンプしたらびっくりされてたそうそう、それ下でやれないの、壁破れるよって言われた床かそう、指針やばいでも普段なんか公園とかだったら音楽は大きいので足音はあんまり聞こえないかもしれないんですけど、ショールームでショールームで踊るとめっちゃ足音わかるねもうが足音うるさいってことバレちゃう。ハートありがとうございます。もっとダンスが上手い方はなんかスッスッスッって足音立てずに踊れると思うんですけど、もうまだまだ下手ぴちゃんなんでめっちゃどんどんいっちゃう。劇場では聞こえ、あ、最善はそんな聞こえるんだ、あ、そうなんだ、最善あったら足音めっちゃ聞こえる、あ、そうなの、そうなんだ、じゃあショールームだとみんな最善になった気分になれますね、足音どん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 聞こえる。ステージの作りと一般住宅の作り間違いまあね確かにそう言われればそうね、話の足音は響く確かに公演中その音が揃っててすげえと思いながら見てる。本当？ありがとうございます。靴が擦れる音とか聞こえる、そんな聞こえるんだ、知らなかった、そんな聞こえるんだ、すごいね、ね、モータンはどんどんいっちゃいますどんどんいっちゃいます。今の感じ、今みたいな、マイク音消します。あー、うん、このマイク本当に便利、買ってよかったこれからどんどん踊ります。踊るとね、ショールームの後に痩せてるんですよ、もう体重がそう、この前も痩せてたし、叫んでる声とか聞こえる、本当、ピオリンの分はまだでしょ、わかんない、ちょっと測るね、後で後で測ります。毎日痩せてたらガリガリになる、いいじゃん、ガリガリになってね、ポチャッとしたお腹がシュッてね、回る、移動とか聞こえる、気をつけなきゃそれはね。大富豪は何時頃したいますか、対戦したいです。大富豪は今日は20時おかしいね、20時半、違う、今日は長くやろうと思ったんだ、20時15分にしようかな、写真撮って、そう、写真撮ってパッパッパッ、うん、20時15分にします。20時15分から
21時40分まで今日の大富豪はやりたいと思います。5分おきでやってます。よろしくお願いします。はい、写真はママが撮ってくれた。ママか、あの自分で、あのここの今ショールームを置いてあるこのスマホ置き場に置いて、これをピーって伸ばして撮ったり、そうセルフの時もあるし、撮ってもらう時もありますって感じです。喋っていたら52分ということに気づきましたので、ランキングます。13位の野々垣さんのアブタの方、ありがとうございます。12位のうさちゃんが人参かじったらアブタの方、ありがとうございます。ママはどんな顔してる？ももが撮ってる時わかんない。でももが別に変なポーズしてもセクシーポーズしても、あのもも第2号みたいな感じだからめっちゃノリノリだよそう、あのセクシーポーズとか自分で撮る時が多いかな。そう、こんな感じです。え、本当にママどんな人ですかってよく聞かれるけど、もも第2号みたいな感じです。はい、一番わかりやすいと思うそう、セクシーポーズとかドスコイとかそういう系は自分でタイマーで撮ることが多いです。でも11位のおれ、いつもさ、ももさどっかなくてもね、のもの得意なアバターの方、ありがとうございます。暑い。10位のここだけおはるちゃんのアバターの方、ありがとうございます。8位のネギのアバターの方、ありがとうございます。ママが1号でしょ、ももが1号8位のマルタのアバターの方、ありがとうございます。ラッキーセブン、名前が変わっちゃってるもんね。あ、違った、まだ難しいね。あ、ラッキーセブンこうかの平野女のボタンの方、ありがとうございます。難しかった。6位のマルタのボタンの方、ありがとうございます。5位のマルタのボタンの方、ありがとうございます。4位マルのうまるまるがピエンってなってるボタンの方、ありがとうございます。3位のスタさんのボタンの方、ありがとうございます。2位ひらがなの平野モナのアバターの方、ありがとうございます。それでは行きます。ピンポンポンポン、ジグ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 ジャン、今日の1位はのウェルタのアバターの方、ありがとうございます。ほい、では行きます。生まれたらボタンの方、ありがとうございます。ここにそびえ立ってるタワーもありがとうございます。それでは行きたいと思います。思いましたが、大富豪は20時15分から21時40分までよろしくお願いします。初見さん、SQ法廷とチーム S の14歳の平野モナです。よろしくお願いします。ぜひ、あた、ぜひモータンを名探偵へよろしくお願いします。ということで、シャキーン、シャキーン、シャキーンシャキーン、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 ちょっと今日返信に時間かかりすぎ、シャキーン。今んとこカットで
名探偵ももたん、今回はどんなご用件だい？ほんほんほん、都落ちをしてしまう。それは強くなりましょう。反則負け、それはももも良くするからね。それはなんともね。ということで以上だ。さらばシーン。はい。汗だく、見てこの汗。解決してません。え？あれ？そう？前髪めちゃめちゃ前髪すごくない？もうさ、中の方とかもううねうねだよ。まあ、当たったらこうなりますね。いつも公園でもこうだもん。ということで、星もビルともありがとうございます。さっきの正体は誰なんだろう。あれはなんか噂によると、なんか本当にもうなんかめっちゃ天才な中学3年生のあと1ヶ月後ぐらいで15歳になるらしい、なんかももたんたん、名探偵ももたんっていう人らしいんですけどね。はい、ということで6968人の方見てくれてありがとうございました。大富豪もぜひよろしくお願いします。今日も朝からたくさん大富豪やってくれてありがとうございます。やけに詳しいの。ん？ね？はい。あ、7000人の方、7038人の方、たくさんの方ありがとうございます。今日も見てくれてありがとうございました。明日の配信もぜひ見てください。よろしくお願いします。見て、汗かいて。これストレートにしたんだよ。うねうね。それでは二人します。左手出して、右手出して。せーの、二人。ありがとうございました。バイバーイ。今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。